大人になればなるほど常識っていうものが成長の邪魔になってくるんですよ。もうこの年でこんなんやってもあんま変わらんやろとか、もうこの年でこうやっても無理やろとか、小学生もやったらできるし、広告に入った高校生もやったらできるってことは、努力次第で年齢関係なくできるんですよ。動作なんで今日のトレーニングを徹底的に試合でやる。今日はトレーニングありがとうございます。いえ、今日急遽僕こうやってパーソナルのトレーニングじゃないですけど、トレーニングをパートナーとしてやらせてもらって、僕自身ほんまに今日の1時間ちょっとですごいプレーは変わったなと感じたんですけど、僕今も現役でやってて、正直伸びきれてない、まだまだ自分の中に伸びしろあるっていうのがあって、なおかつ自分の目標が J リーグでプレーするっていうところで、そのためには宇宙の先生的に今日こうちょっと見ていただいて、こういうことをプラスでやっていった方がいいよとか、そういうのがあればちょっと教えていただきたいなと。そうですね、今日やれてないですけど、ドリブルの方のこういう風な動作のところと、トラップから今日シュートまでの触りをやったと思うんですけど、逆に想像してほしいんですよ。今日のトレーニングが完璧にできている自分、もうそれだけでだいぶチャンスでしょ。全部できている自分を想像するだけで全然違うじゃないですか。全然チャンス。でもこれって小学生もやったらできるし、広告に入った高校生もやったらできるってことは、努力次第で年齢関係なくできるんですよ。動作なんで、もともと体幹強いし身体能力もあるし、サッカーに対する思いもあるじゃないですか。結構好きです。だからシンプルに今日やった練習 100% できるようになっただけでも相当な選手になると思うんです。とりあえず今日やったような練習をもっと精度高くというか、そう、まあまあ当たり前のようにできるように。次そのドリブルもティクルドリブルじゃなくて、例えばゴール前でこうボールが来て、今日やったような抜きのトラップとかでボールが収まった時にシュート打ちに行きますよね。で打ちに行ったら当然相手ってそこブロックしにくいんです、はい、シュートコース切りに来た時にキックフェイントから逆取って、次のファーストタッチなのかキックフェイントからシュートなのかっていう、その動作がスムーズで速ければ切り返して決めれるじゃないですか。でもその世界的なアタッカーってボックス内っていうその局地戦でもその辺すごいスムーズでしょ。今度それをできるようにしていったら、それができる自分想像したらカーラーですですよねっていうことですよ。でも年齢はあんまり関係ないです。実際僕もプロになってから自分の能力じゃないですけど、サッカーの技術とかそういうところも伸びてるっていうのは感じてるんですよ。でもあと一歩というか、あと一つ腹が向けた、もう一個上に行けるなっていう感じがあって、その中でまだ行ききれてない。いや、めちゃめちゃ変われると思いますけど、僕結構試合中とかプレー中に動作がすごい硬い、ね、今日の練習でもリフティングで膝が伸びてるっていう話だったんですけど、ほんまに動作がすごい硬くて、結構トラップした後とかに詰められるとか、プレーのスピードが結構遅くなるとかがほんまに多くて、で結構自分の中でもそこをレベル上げていきたいっていうね、そういう時ってどういうふうに僕意識して練習したらいいと思いますか。もう本当だから今日のトレーニングを徹底的に試合でやる、試合に出せるように練習する、で試合で出す、であとは大垣が一緒にやってるんでしたら、そうです、彼のプレーの結果っていうよりか動作にだけ着目してみるだけでも、動作はもうほんま項目でもトップレベルやったんです。すごいっすよ、すごい、本当にすごい。だからあの人性格がもうちょい良かったら社交的やったら、そうっす、ちょっと多分 J1 とかでやれてるぐらいの能力者なんですけど、ちょっとなんか下手ですよね、そういう世渡り的な社交力が下手やから、もったいないなと思います。結局見てイメージして、そのイメージに自分を近づけていくっていうことと、逆にこのトレーニング 100% できる自分を想像してそこに向かっていく。でもマインドセットというか、まず今できてないので、できる自分を想像することと、できてる人を見てイメージを作っていくってことじゃないですか。僕自身試合に今がっつりフルでずっと出場してるとかじゃなくて、どっちかといったら出れてもサブでスーパーサブみたいな扱いだったり、練習試合とかでもその長い時間を与えられるっていうよりも短い時間で結果残してこいみたいなプレーがすごく多くて、そうなってくると自分に求められてるプレーっていうのを、例えばポストプレーだったり、そのヘディングの競り合いだったり、そういうところにしか力を出せない、
そういうことしか考えれなくて、今日やった練習とかの成長する部分とかを出せないとか、どっちかといったらまず収めて肩に叩くとか、そういう風なところがあって、まあ、自分の中ではもっともっと成長したいし、もっとやりたいっていうところがあるんですけど、時間的にも短かったり、公式戦になってくるとチームの勝ってる負けてるとかのプレーの判断とか、幸福の選手にはこうやって伝えてたとか、そういうのがあれば教えていただきたいんですけど。そうですね、まあその答えになってるかわかんないですけど、プロなので要求に応えるっていうことがまずやっぱ大前提だと思います。だから逆算して求められてるプレーのトレーニングっていうものを考えてやっていくっていうのが一つですよね、まず全体に。なんでかっていうと、それをやって要求に応えて結果を出せば出場時間で伸びるんですよ。出場時間が伸びれば今日やったようなことを試す機会がトレーニングマッチとかで出てくるんですよ。まずそれがないことにはどうにもならへんから、まずそのチームで求められてることをもう少し整理していただいて、そのプレーの動画とかをまとめて送っていただいたら、それ分析してそれに必要なトレーニングは考えれます。それはめちゃくちゃありがたいですね。最後になるんですけど、実際僕もね、このサッカー人生全てがうまいこと言ってるわけじゃなくて、ほんまに苦しいシーズンもめっちゃあります。現時点でも結構苦しいシーズン過ごしてるんですけど、で僕の視聴者の方とか結構サッカーやってる方が多くて、同じような悩みがある子、今なくてもこの先に出てくる子とかいっぱいあると思うんですけど、そういった選手とかに向けてちょっと一言もらっていいですか。いやー難しいな。すごく幅もあるし、でもグルーリーさんのことだけでまず言うと辛い部分もあるけど、逆に言ったら今の年齢でもそういう JFL とかでサッカーできてるのはまず幸せやっていうマインドにした方がいいと思います。まずやっぱサッカーできない人の方が多いので、そういうレベルで、そこのマインドをまず変えて、でもやっぱ試合に出たい選手なんで出たいし、活躍してステップアップしたいっていうのがあるじゃないですか。でも入りのマインドをまずとりあえず現状でもこういうレベルでサッカーできていることを幸せやと思って、ポジティブな方向の中での苦悩に持っていった方がまずいいっていうのと、大人になればなるほど常識っていうものが成長の邪魔になってくるんですよ。もうこの年でこんなんやってもあんま変わらんやろとか、もうこの年でこうやっても無理やろとか、人生生きていく中でこう経験がどうしてもいろんな自分に入ってくるんで、その経験からどうしてもやっても無理ちゃうかっていう自分の中の物差しっていっぱいできてくるんですけど、そういうのがもうない人の方が多分成長するっすね、年齢関係の。プロなってるやつってなんかあんまりマインドがネガティブじゃないですか。宮原っていうポーランド行ったやつなんで、こういう動作のこととかでもう死ぬほどブチ切れても3秒ぐらいです、へこんで。あの僕の、そう、最近出たんですよ。もうとにかくポジティブだし、まあ、だからこう無限に成長していってる感じ。エイナガとかもやっぱそうやし、カバヤマなんかはもう逆に結構なんていうか反抗的やったの。でも向上心がとんでもないから吸収してるけど、ムカついてるから反抗してる。だけどやっぱ無理やって思わずに努力を続けてるっていうのがあると思います。身体能力はめちゃくちゃ高いし、ジャンプ胸トラップ見てちょっとびっくりしたんで。まずすということは本当に膝下の動作を改善するだけで全然変わると思う。どれだけその自分の未来信じて努力するかじゃないですか、やっぱり。あとはどういう努力をするかなんで、人生生きていく上でどんどんこう時間っていうのは限られてくる部分は正直あるんで、何歳になってもサッカー選手ってわけでいかないです。諦めないことと努力の質にはちょっとこだわっていかなあかんかな、残された時間。そういう意味ではこういう場所っていうのもすごくポジティブになっていく時間と場所じゃないかなと思いますけど。実際ほんまに今日めっちゃポジティブでした。めっちゃいい時間。サッカー選手なんてやっぱり同じ指導者の方にずっと教わるんで、でその中でこうパーソナルトレーニングだったりとかで違う方に教わるんですけど、サッカーのトレーニングを違う指導者の方に教わることってあんまりない。やっぱり中でやっぱこうやって高校でずっと指揮された方に教えてもらうっていうのはほんまに自分にとって今日めっちゃプラスな時間だと思いました。本当にありがとうございました。まだね、あのチームメイトのガッキーとキラーっていう東北出身の子たちがいるんで、今日やったトレーニングとかちょっと一
緒にやって成長して JFL で点を取って活躍してるところを見せれるように頑張ります。見に行きます。はい、ぜひほんまに来てください。はい、関西でやってるんで、はい、ぜひお願いします。